こんにちは。おはようございます。み、みけたんでございます。はい、沖縄でございます。はい、みけたんもね。えー、今日もかわいいですね。みけたんね。読んだら切ってくれましたよ。ねえ、ゴロゴロ言ってますね。ねえ、いい子ですね。はい、皆さんどうもお,おはようございます。沖縄おばばでございます。今日の夏、あの、那覇市も、 朝から暑い残す。はい。朝から暑い残すでございます。はい。えー、もう30度近くあるんじゃないかな。あーまあ本当に今年の夏は、えー、気候がおかしいです。はい。えー、気候本当におかしいんで、えー、皆さん、あのー、梅雨明けには注意です。梅雨明けるまでは本当に25度ぐらいだったんですよ。えー、梅雨明けた途端に33度とか。 はい、えー、爆上がりでございます。今日も多分33度でしょう。はい。まあ、それ以上にはあんまり上がんないんですよね。はい、沖縄は。まあ、あ一日中この気温なんで、えー、どうかと思いも思いますけど、夜になってもね、あんまり下がらないんで。はい。えー、皆さんね、えー、まあ今日も朝あ、いろいろとね、えー ニュースでやっておりまして、まあその他にもね、いろいろ、ちょっと皆さんにね、分かち合いたいことはあるんですけど、えー、本当あの、日本、日本、特に日本やられてますからね。はい、覚えておいてください。特に日本やられてます。はい、えー、まあね、世界中の、情報が朝のニュースでもね、ぼちぼち流れてました。フランスの選挙ですね、どうやら、 どうやらね、えー、悟空が <laughs> 勝ったみたいですね、えー。勝ってるようですね。はい。まだ結果出てませんけど。えー、マカロンちゃんですね。美味しいフランス菓子のマカロンちゃんのところは、あ、第3位だそうです。はい。えぇ、ー、民意というのがこれでわかりますよね。はい。民意というのがこれでわかるんです。まあ少なくともね、 あのー、不正なあ、あれではないと思います。これ、この結果はね。はい。まだ、まだなんですけどね、でもね。はい。もう途中は出てるんで、途中経過がね。えー、はい、どうなります。ことやらと。7月ですからね、今日から。で、えー、7月、何日だっけフランスの投票日。7日か8日ぐらいでしたけど、えー、あれ、東京か。はい。あのー、ね、どうなるのか。 あフランス、まあ、あれですね、建国記念日というか、フランス革命の日が7月14日なんですよ。はい。えー、パリ祭が行われる日です。これがフランス革命の日でございます。文字通りフランス革命になるのかどうかね。ここら辺ちょっと期待して、えー、見てみないといけないなと思います。まあね、えー、フランスの人たちもバカじゃないんでね、えー、あっち側って の意図。はい。もう、めちゃくちゃにされましたからね。あの、移民でね。えー、なんでね。あっち側の意図に気がついてる人がね、えー、かなり多いということでしょう。はい。一方、日本といえば、まあ、ちょっとね、目を覆いたくなるような感じでございます。えー、フランスでこういう感じになってるのに、日本では未だに小池さんが1位だそうです。<laughs> はい。えー、支持率が。もう、もう、もうね。 おかしくなりますね、これね。えー、おかしくなります、本当に。このままでいくとね。えー、お分かりになりますよね、言いたいことね。はい。えー、そういうことでございます。まあ、なんて言うのかなおこ。おかしくなってから、あれやこれや騒いでも、まあ、遅いんですよ。半分。まあ、それからね、えー、なんて言うのかな。 ああ、フランスみたいにね、ええー、こう、逆転があればいいんですけど、日本のね、国民性から考えてね、なかなかね、えー、それが難しいんじゃないかなって思います。はい。いろんなことからね、考えてみて。まあ、最近はね、分かってる人も多いんですけど、ごくごく一部ですからね。 はい。まあ、昨日も言ったように、まあ、移民はね、移民で成功している国っていうのはシンガポール。はい。ただ一つでございます。まあ、厳しいですからね、ここは移民を入れるっていう、その条件がね。はい。こういうふうにしていかないとダメなんですよ。入れるんだったら入れるんだ。入れるでね。ヨーロッパみたいに、何でもいいから入れちゃえって言って入れ,入れると、まあ、とんでもないことになりますよってことですね。はい。 えそんな中で、えー、ま、どこでも景気悪いよね、っていうことで入ってきたニュースが、まあ、上海のね、上海の伊勢丹が閉店だそうです。はい。えー、上海の伊勢丹が閉店だそうです。まあ、ね、変な話なんですけど、結構これ、来てますね。はい。えー、C の国が経済的にね、まあ、来てるっていう噂はいまいろいろとあるんですけど、 えー、上海っていうのはちょっと他の土地とちょっと違って結構富裕層がいっぱいいるんですよ。えー、外国人も多いんで、はい、外国人多いところなんですよ。昔ね、あのー、知ってる人は知ってるんですけど、えー、昔あのー、日本でもありました、上海にね。疎開っていうのがあったんですよ。はい、えー、アメリカあ、な、ね、イギリスの疎開だったりとか、 フランスの疎開だったりとかね日本の疎開とかあったりあったりしたんですよはいなんで上海っていうのはもともとねこの外国の人が多い地域なんでまあそこそこ潤ってるんですねまあ外国の人も仕事してますしね外国企業もまあ多いですしまあ貿易とかね、えー、そんなねところで百貨店が閉店ですよ まあこれがね、あの、蘇州とか、ああ、だったら、あまあ、閉店して当然だろうなって思うんですけど、え場所が場所なんでね、えー、上海という場所でございます。まあ、高級 <laughs> 志向の人たちがたくさん住んでます。はい、私の知り合いの社長も上海です。しかも、あの、高級住宅街に住んでます。はい。<laughs> まあ、あれですよね、あの、どんどん目に見えて、 おかしくなってきてるんですよ、世界中で。まあ、これ、ね、わかりますよね。でもね、まだね、ごめんなさいね。ちょっとお水取りましょうね、お水。はい。一日中ね、なんか冷房の中にいるとねな、なんか喉がね、湿度がね、えー、低いんでね。はい、えー、失礼いたしました。えー、まあ、そういう、<laughs> 何て言うのかな、そういう場所なんですね、上海って。まあ、あ変な話なんですけど、<laughs> いわゆるね、あのーえー、神戸のね、あの住宅街みたいなあ住宅街があったりするんですよ、上海ってね。えー、かなり、あのー、何て言うのかな、豊かなところなんですね、えー。で、これを言うのもあれなんですけど、 まあ日本のアパレル大人気です。はい。えー、日本のアパレルが大人気です。まあ、上海のね、お金持ちのお嬢様たちに。はい。まあ何のね、アパレルかっていうと、えー、ピンクハウスとか。日本人、まあ手が出ませんよね。ピンクハウスなんて高くて。まあ手が出る人いますよ。一部の富裕層はね。 一着10万ですからワンピース <laughs> もう目が飛び出るような価格なんですけど、えー、人気なんですよ。で、えー、この前ね何、えー、て言うのかなあのー、まあ青木美佐子さんですねモデルさんのその方があー上海のねピンクハウスのイベントに出席したんですけどまあ来た人 たちががね日本とはは規模が違いいます、はい、こういうイベントに来る人たち。日本ってね、だたい4 50人ぐらいしか集まんないんですけど、数百人単位で集まってました。はい、えー、予約会ですね、新作の。はい、えー、新しいあのデザインのねお洋服の えー、ピンクハウスのお洋服のね、予約会ですね、予約販売会ですね。これに、まあ来た人たち、まあ、お金かかりますよ。えー、なんせ、あのー、一応お茶会付きなんで、えー、お茶とね、お菓子とか、あのー、まあホテルですね、ホテルのロビー借りて、大々的にやってるんでね、こういうのまあ知らない人は知らないでしょうけどね。えー、そういったね、高い日本のね、アパレルブランドが、 あ人気なんですよまあピンクハウスはねまあなんていうのかな変な話なんですけど似たような似たような作りのブランドさんっていうのはすごくごく少ないですからねもうフリフリヒラヒラあーレース夢見る乙女の世界なんでまあピンクハウスで検索してみるとまあいろいろ出てきますよどういう洋服を作ってるのかはい。 えー、昔はね私も2着ぐらい持っててねピンクハウスの服で「歩く20万円」って呼ばれてました <laughs> はい上から下までね、えー、ピンクハウスで揃えると歩く20万円はい、えー、30年前ではい30年前の話ですはいこれはい、えー、でもね今,今でもねまあピンクハウスの服は高いですね でもそういうのに人気が集まる都市なんですよ。上海って。数百人来ちゃうんですよ。そういったあ日本のアパレルのね、えー、新作の予約会に。そこでね、伊勢丹閉店ですよ。まあ特定のブランドだけなのかもしれませんけどね。はい。 えー、そういった特定のブランドだけなのかもしれません。人気が高いのはね。はい。えー、リりふヒひらひら系だけなのかもしれませんけど、えー、まあ、そういう背景もあって、えー、この伊勢丹がね、閉店するという、このことを、まあ、覚えておいた方がいいと思います。かなりこれ、C の国もね、経済的に来てるなっと思います。はい。えー、まあ、富裕層がもともと行くところですからね、百貨店。 それが、ああ、ぽしゃったということですね。はい。まあね、本当に、まあ、あびっくりでございます。はい、えー。今後ね、こういうことが、まあ、起こるんでしょうね。いろいろとね。で、本当に変な話なんですけど、もともと商売が、 富裕層向けの商売をやっているところしか残らないんじゃないかって私思ってます。はい。えー、まあ、ピンクハウスなんかね、本当確実に富裕層向けですからね、あれね。えー、まあ、あの、オートクチュールのね、シャネルとかに比べればそれは違いますけど、えー、ほん富裕層じゃないと買えない洋服なんで、一着10万円以上するんですよ。 ワンピースがね。<laughs> なんでね。えー、まあ、あれですよね。えー、経済的世界でもやられてるなっていう感じはいたします。で、まあ、中、中の国といえばね、もう一つ入ってきてる情報があるんですけど、これね、日本でも同じことを私見てるんで、えー、沖縄でもね、あのもう、店員さんとかに、 えー、急激に老化してしまってね、老化です。はいえー、階段とか老化のあの老化ではありませんよ。<laughs> はい。急激になんか人々が老化しているようで、これは一体何なんだっていうことが、あーまあ,あー、C の国のね、SNS で、えー、いろいろと言われているみたいです。で、原因は薄々気がつき始めたみたいですね。あれなんじゃないかと。 はいえー、廊下でございますこれね、まあ、日本でも同じことが起きてますからねでも気が付かない人は気が付かないんですよね。えーまあ、早めにね、えー、デトックスしてもらいたいもんだと思いますね。はいえー、そうじゃないとね早,い早くね、えーまあ、寿命がすごい縮んじゃいますよっていうことですね。 はい。えー、まあ、頑張りましょう、皆さん。まあ、本当にね、えー、そんな感じでございます。はい。えー、どこでも、まあ、景気は悪いと。はい。そういうことですね。で、まあね、えー、フランスはね、まだ明るいですけどね。えー、なんていうのかな、こう、目が覚めてる人が多くなったんでね、明るいんですけどね、あの、今度の議会がね、でも日本のね、あの、 緑のおばちゃん。また、今度またやるようだったらもう日本終わりますね。はい。えー、そう思います。はい。たぶん、あの、多分や、あの、切り倒しちゃいますからね、神社の木をね。で、ソーラーパネルなんか並べるんでしょう。そしたらね、多分あの、もう、チ当たりますよ、確実に。はい。<laughs> まあ、ここら辺ですね。バチ当たります。本当にバチ当たります。 えー、それでももうね、えー、日本はねえー、バチ当たるんですよろくなことやってないんでね、えー、そのバチが少しでも軽くなるようにねえー、祈るばかりなんですけどまあ目が覚めない限りは無理なのかなとも思いますねはいえー、まあ皆さん頑張りましょうでもまあ昨日言ったようにね明るい未来もありますんでねはい えー、これに向けてね、我々は、あがっかりすることなく、平常心で、未来に向けて頑張りましょうね。はい。そういうことでございます。それでは皆さんまたごきげんよう。今日も一日ね、お付き合いよろしくお願いいたします。沖縄おばばでした。ねえ。どうですか。あらあらあら、ねえ、機嫌いいですね。ねえ、ちてた。